あの日のことは今も忘れていない。お気に入りの白い麦わら帽子をかぶり、心地よい夕方の風に吹かれ、空も麦も赤く燃えていた。すべてが赤く輝く中で、私は一人の魔人に会った。白い優しい魔人に。そしてその日、私はお気に入りの白い帽子と両親と人間である私を亡くした。ブレードだったんですね。会いたかった。夢だよね。特別待機って言われてもう1週間か。決戦地下失点で対策立ててるって噂だけど、いいんじゃないの。おかげでのんびりしてられんだからよ。お前らもこんな時ぐらいダダムのこと忘れたらどうだ。あいつらみたいによ。そうだな。ユミちゃん、行く？ユミちゃん？ユミちゃん？元気ないね。なんかあったの？別に。ズボリ、男のこと考えてた。ダービット！そうかな。え？マジ？実は。ふーん。白いテッカマンがユミの王子様ね。それって、ブレードのことだろ？そう。今から10年前、人類が初めてラダムの攻撃を受けたとき、たった一人で世界を守り抜いたヒーロー、テッカマン・ブレード。けどよ、ブレードはその時の戦いで生死不明になったんだろう。でも消えてないみたいね。あの子の中でブレードは。ブレードかな。夢見てるって風に見えないんだよね。黒メガネにオールバック、そんなやつ見たこともねえぜ。本当に言ったんです。そう、ムキにならないの。誰も嘘だなんて言ってねえよ。ユミちゃんが嘘なんか言うか。あったあった。でもあの人がどういう人だかもわかんないし。で、お前さんの気持ちは。よくわかんないの。そう言って自分を騙してねえか。どう見たってお前そいつにほの字だぜ。正直になるんならズバッと行動しちまいな。ダービット、無責任に煽るな。うっせえ。いいかユミ、やっちまった後悔よりやらなかった後悔の方が後でぐっと答えるもんだぜ。ダビッドさん。ま、俺のアドバイスじゃどこまで当てになるかわかんねえけどな。しなかった後悔。
チーフ、分析の結果が出た。悪い予想が当たっちまったぜ。チーフ、またです。どうしても見つかんないや。会いたいな。ここだよね。私ユミ・フランソワです。覚えてますか？あなたのお名前を。リーさんっていいですか？でもちょっと変ですよね。それでいい。今日、夢にあなたが出たんです。夢の中であなたが白い鉄火マンになっちゃって。白い？昔あったんです、鉄火マンブレード。知ってますよね？まだ小さかったからよく覚えてないんですけど、とっても綺麗だったんです。真っ赤な空をどこまでもまっすぐに飛んで、ブレードを見失って、探してその後でした。ラダムジュに取り込まれたの。怖くなかった？そう言ったら嘘だと思う。でもその反面ちょっとだけ嬉しかったんです。嬉しかった？だって夢だったから。テッカマンになってブレードと一緒に地球を守る、それが私の夢だったから。だから私、人間で亡くなったことよりブレードが死んだって聞いた時の方がショックが大きかったんです。一つの夢は夢のまま消えちゃったけど、せめてブレードへの思いはつなぎたい、そう思ったから私スペースナイツに入りました。運よくテッカマンにもなれたし。でも時々思うんです、私みたいなのがテッカマンになってよかったのかな。心配はいらない。今のままで君は十分テッカマンだ。はい。作戦の開始は5日後。このままでは地球が。やっぱりこの人は分かってくれる。この人は。
その、また、また遊びに来ていいですか？ありがとうございます。もしかして D さんの D ってドリームの D ですか？ドリーム？はい。じゃあおやすみなさい。チーフ、早く部屋に戻りなさい。ランさん、やっと結論が出たわ。これが無人観測衛星が捉えたラダム艦隊の映像です。なんでボコボコじゃねえか。チーフ、どうしてです？彼らはマイクロブラックホールを利用した宿体炉を使用しています。機関と思われる大型戦艦は仲間の艦を吸収し、マイクロブラックホールの質量を増大させています。味方の数を減らしてまで質量を上げるとなると、その目的は一つ、彼らは機関を地球に衝突させるつもりです。地球に？んなことされたら。もはや軍には大規模な作戦能力はありません。よってスペースナイツ独自の迎撃作戦を行います。質量が増大し、ワープの使えないラダム艦隊は太陽を経由、重力ジャンプによって加速して地球に突入すると思われます。迎撃ポイントはここ。今から 94.38 時間後に小惑星トータチスが通過します。この小惑星をリアクターボルテッカによってフェルミオン化、ラダム機関に衝突させ、その軌道を変えてしまうのです。ユミ、地球の命運はあなたに。おい。はい。ユミ、自覚を持ちなさい。ランさん、作戦の開始は3日後、それまでに全員計画書を把握しておくように。以上。ランさん、3日後か。3日後ってことは、教えてください。チーフはあの人と。今は作戦のことだけを考えなさい。でも私、気になって仕方がないんです。こんな気持ちのままじゃ戦えません。ユミ、あなた好きなんです。初めてなんです、私。本気ね。じゃあ本気で答えなきゃね。私は彼を愛している。彼も私を受け止めてくれる。これが全てよ。彼と出会い、共に戦ってもう10年、いろんなことがあった。私がテッカマンになったのも彼の手助けがしたかったから。ユミ、これだけは分かって。今のスペースナイツは彼の抱き続けた夢なの。彼を、いえ、彼のためと思うのなら、その手でラダムから地球を。ラダムを倒せばいいんですか？チーフみたいに強くなってラダムを倒せば、あの人は私を認めてくれるんですか？ユミ、それは。失礼します。待ちなさい、ユミ。ハヤトさん、ごめん、痛かった？ハヤトさん、お願い。ユミちゃん、え、お願い。ハヤトとユミがアルファ号で地球二人に連絡を。ダメです、通信回線を切っています。バカが、どうする気だ。まさか二人だけでラダムに。無茶だぜ。ブルーアース各機は直ちに発進、アルファ号を連れ戻すのです。ラダム、ごめんね、ハヤトさん。付き合わせちゃって。考えてみれば当たり前だよね。あんな素敵な人に恋人がいないわけない。ただその相手がチーフだっただけ。そして、私は一人で舞い上がってただけ。いいんだよ、ユミちゃん。僕も勝手にやってるんだから。ありがとう、ハヤトさん。そうか、ユミのやつが D ボーイに。たく、よりによってこんな時に無茶しやがって。私も悪かったのよ。オッケー。チーフ、ラダム艦隊停止しました。え、どういうこと
怖い？ユミちゃん。ううん、私が言い出したことだもん。それにこんなことでめげてちゃん、いつまでもチーフに勝てないもんね。おい、何のんきにデートしてんだよ。スタンドプレーはよしなさい。みんな、さ、戻ろうぜ。ちょっと待って。どうした？敵艦隊の様子がおかしいよ。本部よりブルーアース各機へ命令を変更します。ブルーアース各機はラダム艦隊の偵察に急行。その行動を報告しなさい。ラダム。それからユミとハヤト、あなた方もベータガンマ号と合流。そのまま偵察に向かうこと。ラダム。なんで、あのトンネルみたいなエネルギーの流れは。戦艦も一箇所に集まっているわ。まさか。どうしてチーフ。後ろにいる戦艦をミニブラックホールに吸収させるのではなく、一気に爆発すれば。巨大なレールガンってことかい。おやさん、解析を急いで。わた。ユミ、ダビッド、出るんですか。それっきゃねえだろう。D ボーイって名付けたのはノアルだったわね。無茶ばかりするデンジャラスボーイだって呼んで。あれから10年、やっとここまでたどり着いた。あの子たちの、そして俺たちの夢、壊させはしない。ヘッセッター！ラダムのガンが地球に行っちまうぜ。やめ！やられちゃうのかな。地球も私もみんな私のせい。やだ、そんなのやだ。
ない、あれはテッカマンブレード。そうよ。違う。じゃ本当に、これよりラダム機関迎撃作戦を開始します。全員まだ戦えるわね。ラダム、ユミ、攻撃は彼が導いてくれるわ。戦うのよ、一緒に。はい。残りは二人を援護。来たわ。すげえ。あれがブレードの力。油断しないで。やっぱりだ。やっぱりあなたがテッカマンブレードだったんですね。機関の後ろを狙え。ラッカ。見ていてブレード。リーさん、私は地球を守ります。リアクターボルテッカやばい。間に合わなかったの、ユミ。ディーボーイ、ユミ、俺のボルテッカを目標にリアクターを。はい。ボルテッカー、やったわ。起動を恐れていくぞ。やったな、ユミ。これでマイナスポイントも帳消しね。そう甘くはないわ。でもとりあえずはよくやったわね。ありがとうございます。でもこれは、あの人はブレードだったんですね。ええ。そうだチーフ、やっぱり私あの人のこと諦めません。いずれチーフから奪っちゃいますから、よろしく。ユミ、チーフ相手に命知らずな。オッケー、受けて立つわ。よーし、オッケーが出たんだもん、頑張んなきゃ。行くわよ、ハヤトさん。ユミちゃん、僕は信じてるよ。待てよ。その性格なんとかして。テッカマンという名の人類につけられた鎖だが、その鎖は今彼らによって断ち切られようとしている。そして彼らはテッカマンとして、人間として新たな時を築く。俺の夢は今輝き始めた、現実となって。私はもうあの悲しい夢を見ない。だって私の夢は現実になって、そして続いていくのだから。私はユミ・フランソワ、テッカマン・イーベル。